今でこそ巨大なひまわりが咲き誇る圧倒的景観のこのエリア。信じられないことに、数百年前までは人の近づけない死のエリアだったそうです。なんでも前時代に激しい戦争があったことが原因だとかですが、それも今は昔、未だ発掘されずに眠り続けている強力無比な兵器があなたとの出会いを待っているかもしれませんね。悪い悪い、いざ戦艦を目前にしたら興奮しちまった。兄ちゃんもう行こう。ちょっと待てよ、人を引きそうになっておいてその態度はないだろう。威勢がいいなあんたら。ああ最近資格を取ったばかりだ。それがどうした。それじゃルーキーどころかただのひよこちゃんじゃん。兄ちゃん、こんな奴らと話すのはやめようよ。時間の無駄。ひよこだろうが、成長すれば立派な鶏になれるのよ。鶏になれても、結局空は飛べないけどな。なんですって。おい、やめとけプリカ。悪いな、許してやってくれ。こいつは口の悪さには定評があるんだ。おう、ルーキーらしく素直でよろしい。一応名前くらい名乗っておいてやるよ。俺は鋭角のグラッチャだ。あたしは鮮血のプリカ。兄ちゃんの愛すべき妹だ。あんたらがこの先もエクスプローラーを続けるつもりなら必ずぶち当たる壁となるな。魂に刻んどくといい。あんたらの名前はいいや、知って意味のない名を覚えるつもりはないんでな。なんだと。やめとけ。ま、
生きがりたい気持ちはよくわかるけどよ、俺らの邪魔をした時は命の保証はしないぞ。やっぱ何度見てもいいね、ああいうド派手なマシンこそビッグな俺にふさわしい。行くぜプリカ、あの戦艦を丸ごと俺らのものにする。ガッケンだぜ兄ちゃん。クソ、何だったんだよあいつら。あまり関わり合いたくない人たちね。
純血を汚す深淵よ、ここそこだ。これくらいなら仕留める。戦艦ってのはいわば力の象徴だ。より強いやつがより強力な力を手にする。これほどシンプルで筋の通った道理があるだろうか。いや、ない。世の中は弱肉強食。強者には暴飲暴食の権利が与えられる。どちらがこの力にふさわしい男か。さあ、今ここで雌雄を決しようぜ。
ンテージを生かしましょう。属性を考えて戦わないと。こっちが散り貧になるぜ。これは世界の中心だ。上等だ。みんながいるから。エクスプローラー戦初勝利。この白星はでかいな。
ありがとう。はっ！おりゃ！
だ終わらない。これで最後。動くなよ。食らうかよ。終わりだ。やってやる。よし、ラスト。
射出まで残り1分。エアリーズか。やべえ、想像以上だ。どうするの？こっちに近づいてくるよ。近づいてきてるのは逆にチャンスと考えろ。手法を超至近距離からもろに当てることができる。懸念の一つだ。でもエネルギーの充填が間に合っていないんでしょ。手法を当てる前にこっちが破壊されちゃうよ。現状を打開する方法はただ一つ。悪いがあんたら、エネルギーの充填が完了するまでエアリーズの進行を食い止めてくれ。無茶言うなよ。あんな奴を相手にしたら命がいくつあっても足りねえよ。だが他に方法がない。ほんの数分でいい。倒す必要もない。数分だけ奴をそこに足止めしてくれさえすればいい。足止めって。ここで逃げても後味悪いしね。くそ、覚悟を決めるか。波動エネルギー充填率 60%。 陰謀くじ引かせちまって悪いな。だが、みんな耐え切るんだ。待って、お願い、急いで。防御に徹するんだ。ここだ。見えてるよ。
動エネルギー充填。命をもぎ取る。食らいつくぜ。波動エネルギー充填率。ちくしょう。裁きをもたらす閃光よ。来い。はっ。波動エネルギー充填。もう少しだ。もう。来い。その身に宿る狂気よ。おりゃ。波動エネルギー充填率。よくやったルーキー。あとはこの。今回はマジで危なかったな。やったな。ほら、あんたらも来いよ。あんたら、なく。お礼なんか言わないからな。私たちだけでもこいつを止めることくらいできたんだ。まあちょっとは助かったけどな。本当にちょっとだけだけどな。なんだよ、結構可愛いとこあるじゃん。ざけんな。妹に手を出したらその獅子を叩き潰す。安心しろ、手なんか出すかよ。それはそれでなんかムカつく。そいつはやるよ。悔しいが今回の MVP はあんたらだ。俺はこの戦艦で我慢しといてやる。おい、こらデカブツ、いつかてめえを俺のものにしてやるから、それまで首を洗って待ってろよ。おい、あんたらの名前を教えてくれよ。大輔だ。リアリーよ。大輔、リアリーか。覚えやすいいい名だ。バッチリ魂に刻んでおくぜ。また会おうぜ。じゃあな、ダチコ。
命に感謝した。ごちそうさまでした。